皆さんこんにちは。第65回ブルーリボン賞の主演女優賞に映画プラン75で輝いた女優の倍賞千恵子さん、舞台屋根の上のバイオリン弾きでの共演で知り合った小宮健吾さんと1976年に結婚するも、収入や俳優としての格差が原因で4年後の1980年には離婚しています。しかしその翌年の1981年には幸福の黄色いハンカチ、遥かなる山の呼び声、エキステーションの3作品で共演した高倉健さんとの熱愛が報道され話題となりました。今回はこの熱愛を取材した当時の芸能記者の話から倍賞千恵子さんと高倉健さんの関係をたどっていきましょう。ニックネームチコちゃん、出身地東京都豊島区西巣鴨、生年月日1941年06月29日、星座蟹座、血液型 AB 型、職業歌手役者俳優。まずは倍賞千恵子さんの簡単な経歴からご紹介します。西巣鴨生まれ、東京都北区滝野川出身。父親は都電の運転士、母親は女性で初めて採用された都電の車掌。戦争末期の4歳の頃には母親の実家がある茨城県の岩瀬に疎開しています。実家の田んぼではタニシ、川では川エビやシジミ、山ではキノコを採っていたそうです。倍賞千恵子さんは幼少時から歌が上手で、疎開していた茨城県の小学校に放送室ができた時、マイクの前で最初に歌う役に多数決で指名されたといいます。商品の缶入りドロップ4、しさに、のど自慢に何度も出場。のど自慢、嵐として知られ、この歌が女優へのきっかけとなりました。小学生の時 NHK のど自慢で本選に進み、その時にみすず児童合唱団の人から声をかけられて入団したそうです。1954年にはコリドールより童謡ひばりの赤ちゃんで歌手デビューしました。中学卒業後は高校には進学するつもりでしたが、両親に松竹歌劇団の劇団員養成機関の松竹音楽舞踊学校を勧められ受験した結果合格。松竹音楽舞踊学校に入学時の成績は5、6番でしたが、上級生が来る前の早い時間に登校し、ひたすら稽古を重ねていたそうで、首席で卒業を飾ります。初舞台東京踊りで初代バトンガール鼓笛隊の指揮者として浅草の国際劇場の大階段を歩いて降りている姿が雑誌に掲載され、その写真を見た松竹のスタッフにスカウトされたことで映画デビューを果たしました。1963年末には主演を務めた下町の太陽で第14回 NHK 紅白歌合戦に出場し、1969年からは映画男はつらいよで主人公虎次郎の妹桜役を演じ、人気を不動のものにしました。まず最初の交際相手は映画下町の太陽での共演で知り合われた早川保さん。しかし早川さんが別の女性に子供を産ませた事実が発覚し破局。その後倍賞さんは実際上の妻子あるテレビプロデューサーと不倫の関係になったそうですが、お相手の奥さんが離婚を断固拒否したため8年の泥沼不倫の末こちらも破局しています。その後倍賞さんは舞台屋根の上のバイオリン弾きでの共演で7歳年下の新進俳優だった小宮健吾さんと知り合うと、話をしているうちになんとなく波長が合い交際に発展したそうで、1976年1月27日には単独記者会見を開き小宮さんとの婚約を発表されます。その後全く音沙汰がなくなってしまい、マスコミの間ではお二人は破局したのではとの噂がささやかれますが、マスコミに騒がれて関係が壊れてしまうのを恐れた倍賞さんが慎重に交際を続けていたようで、交際は順調だったそうです。そして1976年3月8日軽井沢の聖パウロ教会で結婚式が執り行われたのですが、参列者はお二人それぞれの両親、
倍賞さんの付き人とマネージャーなど、ごく身近な人8名のみで、他の親族やマスコミには一切知らせず、式自体も新婦の前でお二人がプラチナの指輪を交換するだけで1時間足らずで終了するというとても質素なものだったそうです。しかし結婚から4年後の1980年1月20日スポーツ紙により、小宮が荷物をまとめて家を出たと報じられます。すると倍賞さんは翌日映画の記者会見で、記事は全くの誤解と全面否定されるのですが、同年10月末には離婚、二人揃って離婚会見を開かれると、二人とも報道陣に笑顔を振りまきながら快活に話をされたそうですが、結局離婚の原因は明かされなかったそうです。倍賞千恵子さんは離婚の翌年1981年8月11日発売の週刊誌週刊女性に、俳優高倉健さんとの交際を報じられています。二人の熱愛を報じたのが、当時週刊女性の記者として現場で取材していた石川敏夫さんなのですが、石川さんによると、映画関係者から高倉健さんが翌日から撮影で北海道に立つから、必ずその前に倍賞千恵子さんの家に行くと教えてもらったそうで、倍賞千恵子さんのマンションをカメラマンと共に張り込んだそうです。なお石川さんは倍賞千恵子さんの自宅で高倉健さんの姿を見たという目撃談があり、取材を進めるうち、お二人が共演した映画エキステーションを撮影しているとき、高倉健さんは毎回ロケには倍賞千恵子さんと一緒に来るとスタッフから聞いていたとのこと。そして向かいのビルから倍賞千恵子さんの部屋を覗くと、楽しそうに料理をしている倍賞千恵子さんの姿が見え、しかも壁には高倉健さんが CM 出演していた三菱自動車の大きなポスターが貼ってあったそうで、二人が交際していることを確信した石川さんは、これは高倉健さんが来るなと思って待っていたそうです。するとそれから数時間後の午後8時半頃、エキステーションのワッペンを貼ったつばびろ帽をかぶった高倉健さんが三菱の車に乗ってマンションの駐車場に入ってきたそうで、通い慣れているような感じで迷わず駐車スペースに車を停車。管理人も高倉健さんの車を見るや、さっと飛び出してマンションのエントランスを開け、エレベーターを1階に呼んで階ボタンをずっと押して、高倉健さんが来たらすぐに乗り込めるように待っていたそうです。そのため石川さんは、これは話ができると慌てて飛び出したそうですが、タイミングが早すぎたようで、それに気づいた高倉健さんが車から降りることなく、狭い駐車場の中を U ターンし、マンションから立ち去ってしまいました。石川さんたちもしばらく車で追いかけるも追いつけず、結局は決定的なスクープ写真を撮ることができないまま、文章だけの報道となってしまったとのこと。石川さんはこのことについて、私の芸能記者生活の中で一番の大失敗、本当に悔しい思いをしたのを昨日のことのように思い出しますと語っています。その後熱愛報道が出た翌週、高倉健さんは急遽エキステーションの撮影中、ロケ地だった北海道留萌で記者会見を開くと、自分が決意する前にマスコミに先取りされてしまったことが心外なんです。今後は二人の仲がどういう風に進んでいくのか、私には全く分かりません、仲の良い友達なんですと友人関係をアピール。記者たちが質問しようとすると、関係者にせき立てられるように会見場を後にしたとか。映画関係者によると、倍賞千恵子さんと高倉健さんが立て続けに共演したことで仲良くなり、交際に発展したことは映画界では有名で、結婚してくれたらいいなという雰囲気があったのだそうです。ただこの報道が出た後、高倉健さんは倍賞千恵子さんのマンションに行くことができなくなってしまい、倍賞千恵子さんの所有する箱根の別荘であったりするほか、愛車の三菱パジェロの窓にスモークを貼って車内が見えないようにし、デート車として使うなど工夫していたようです。
結局報道が出てから3年ほどで破局したと言われています。2014年11月に高倉健さんが他界してから、翌年の2015年10月25日には第28回東京国際映画祭で高倉健と生きた時代と題し、高倉健さんの出演作品が上映され、高倉健さんを偲ぶ追悼特集が開催されているのですが、倍賞千恵子さんは登壇すると、幸福の黄色いハンカチでの記者会見の時に共演の皆さんとお茶を飲みまして、そこで初めて健さんにお目にかかりました。その時武田鉄矢さんがいろいろ面白い話をしてくれて、みんなでゲラゲラ笑っているうちに緊張もほどけていったのですが、そんな中で健さんの第一印象はやはりかっこいいなぁでしたね。ただ現場ではやはり緊張しました。何せ私は目の小さいお兄ちゃん渥美清といつも仕事していましたから、対する健さんは眼力のある方というイメージでしたね。また私は夕張での回想シーンの出番がほとんどでしたが、最初にみんなで食事した後お茶を飲みに行くことになりまして、ちょうど雨が降っていたのですが、その時山田洋次監督が倍賞くん、健さんのところに行って兄弟何人いるのか聞いてきてごらんよとおっしゃるので、えと思いながら健さんのところへ行きまして、そこでお話を伺っているうちにいつの間にか相合い傘していました。緊張していましたので、結局ご兄弟は何人だったのか未だによく分かっていません。エキステーションはすでに五社協定はなくなっていましたが、この時松竹から出演を反対されていまして、直接お話しさせていただいてようやく出演できることになった作品でした。この時も健さん扮する主人公が私の丈夫を射殺するシーンの時、スタジオに入るなり張り詰めた空気が流れていて、とても近寄りがたい雰囲気だったのを覚えています。やはり重要なシーンの際、暗がりの中で健さんがストレッチしている姿がとても印象的でした。でも撮影が終わるとお茶目なところもいっぱいある方で、何かの打ち合わせでお茶を飲んでいる時、健さんが急に時計をパッと外してコップの水の中に落としたんですよ。何してるんですかとびっくりして言ったら、大丈夫、防水ですと。亡くなったことを知った時には動いている健さんの映像を見るのも辛かったですし、とても大事な方を失った思いです。渥美清さんもそうでしたけど、皆さん突然いらっしゃらなくなってと、高倉健さんとの思い出を語り、特別な存在だったことも明かしました。離婚後は長らく独身だった倍賞さんですが、1993年に8歳年下で作曲家の小六玲次郎さんと再婚します。交際が始まった当時、小六玲次郎さんは妻子持ちだったそうなので不倫略奪婚でした。結婚から20年以上経った現在も2人の夫婦仲は良好。まるで昼ドラのような恋愛を経験してきた倍賞千恵子さんですが、ようやく生涯の伴侶と出会えたようですね。夫婦円満の秘訣は会話とスキンシップだそうです。続いて倍賞千恵子さんの乳がんについてお話しいたします。倍賞さんは2001年に北海道で雪かきをした時に肩が凝ったのがきっかけで乳がんが発見されました。倍賞さんは当時を解雇し、このように語っていました。雪かきをした日の夜、横になったらなんだか腕が痛いんです。あまり気にはしていなかったんですが、翌日目薬が切れたので中標津の病院に行きました。ちょうどエコーが専門の先生だったので、先生、私ここにしこりがあるんですと言うと、すぐに見てくださいました。そしてレントゲンも撮った方がいいねと言われ、日曜日を挟んで月曜日にレントゲンを撮ってもらいました。一応レントゲン撮影が終わったと思ったら、気になるところがありますからアップを撮ります。はっきりおっしゃらないので、何なんですかと聞くと、乳がんらしきものがあります。主人が5段階でどれくらいですかと言うと、3ですという答えでした。そして注射器で細胞を取りました。それではっきりするんですかと聞くと、がん細胞に当たればわかります、という感じでした。それで細胞を取ってもらって、
留萌の方に仕事に行きましたが、結果が気になって気になって、食事もまずくて喉を通らないくらいでした。留萌から帰って結果を聞きに行ったら何もありませんでした。私も主人も涙を流さんばかりに喜びました。しかしやはり気になって、東京の主治医の先生にも見ていただこうと思い、中標津の病院で調べた私の資料をいただいて東京に戻り見ていただきました。先生は触診してすぐ、しこちゃん、これは 20% がんの可能性があるね、ちゃんと調べようと言われ、調べてもらったらやっぱりあるということでした。翌日には入院し、次の日には手術を受けました。家族にバイバイと言って手術室に入ると、看護師さんが何か音楽でもかけましょうかと言われるので、クラシックでもとお願いしました。そこへ男性の先生たちが入ってこられて、どうですかと声をかけてくださいました。大丈夫ですよと答えると、一人の先生が、僕倍賞さんの歌好きでねと、じゃあ歌いましょうかと、下町の太陽を歌ったんです。下町の太陽を歌っているうちに麻酔が効いて意識が朦朧としてきて、気がついた時には手術は終わっていました。しぶさを残しながら患部を切除する手術は成功したものの、今でも季節の変わり目には患部がキュッと引っ張られるような違和感を覚え、風邪をひいただけでも肺がんを疑うなど過敏になっているといいます。一方、入院中には夫のコロクレイジロー氏が病室に泊まり込んで看護、なんとなく暮らしてきたのが、自分がどのくらい人に支えられているか気づきましたと感謝していました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。